どうも、こんばんは、エネムです。今回はキャラクターの育成について、お話ししていこうかと思います。僕の今使っている編成がこんな感じなんですけど、まあキャラのレベルが、育成が追いついてないというところで、どこで育ててるのって言われると、イベントとかストーリーのクエストをクリアすると経験値が入ってキャラクターレベルアップしますよね。まあ、それは非常にいい仕様なんですが、まあ、それだけではやっぱり追いつかないと、その難易度が上がっていくスピードに対して、キャラクターの育成が追いつかないということで、このイベントの成長の区域ってやつを回ってあげて、ここでドロップする強化アイテムを混ぜてやることでキャラクターを大幅に強化することができます。まあ、他の、このなんていうんですか、イベントのあと何時間とかって書かれたやつでも一応その強化素材落ちるんですけど、この成長の区域が一番効率いいように思いますね。でこれはゲリラなので、来る時間帯っていうのはランダムなんですけど、まあ大体ですね、あと2時間と書かれたやつが成長の区域が終わると来るんですよ。あのお金であったりとか、攻撃強化かな、アタッチメントとかなのかな、まあ、お知らせに書いてあるんですが、どこですかね、これですね、この突発クエストのお知らせってやつに、まあ出現する時刻はランダムってなってて、今日1日見てたんですけど、まあ結構な頻度で来ますよ。朝はごめんなさい、ちょっと忙しくて見れてないですけど、昼、来てましたね。ほんでさっき見たら、来てたんで、1回4時間か3時間ぐらいかな。で、あるんですが、こんな風に黄金の区域とか全能の区域とかって言って、ありますね。まあ、俺はいつも成長の区域でやってるんですけど、まあ全能の区域とかでもありだと思いますね、全然。全能の区域やったっけな、俺。まあ結構ゲリラで出てきてくれるんで、育成の方は全然追いつくんじゃないでしょうか。僕も石割って、時間があるときは石割ってやってるんでね。早速やっていきますか、成長の区域。とりあえず、CBA やったんですけど、まあ、もう目つぶっても勝てるんじゃねえのっていうのが B なんで、A はね、ちょっと、B よりかは 1.5 倍ぐらい時間かかっちゃうから、もうちょいレベル上げてからでないときついかな。じゃあちょっと行きますか。まあ正直フレンドは何でもいいんですよ。最後金木のスキル使って全体攻撃なんでね、しばくっていう形でバフも何もかけないでやるんで、そうですね、まあ適当にやりますか。この SSR のフレンドの金木攻撃しないでもいけるんでね。見せてやるよ俺の力をな。でまあここでとりあえず、全部打ってあげて、打ってあげの次のフロアに行きます。ここランダムなんですかね、敵の数っていうのは。こんな感じで一回交代させるか。こんな感じでうまい、3人いるときはうまいことタップすれば別に相手のターンにならずにできるんで。で最後一回ヤモリのスキル使って、ちょっと飛ばしますね、ヤモリのスキル使ってカネキ3回タップ。でまあ、スキルで相手がブレイクすることはないので、ヤモリのスキルを一回使ってあげて、ゲージがギリギリまで、なんていうんですかね、このよくあるじゃないですか、ゲームとかでも絶対攻撃満タンの状態から受けても1残るみたいな状態になるんですよ、ブレイクゲージが。なるんでヤモリのスキル一回使ってカネキでしばいてあげて、ゲージを貯めつつ交代でカネキやって、もう一回交代させてスキルゲージ貯めてブーストかけて、これで終わりですね。まあ、こんな感じで慣れれば目つぶってでもクリアできるんじゃねえかっていうぐらいの難易度が B ですね、今の僕のレベルだと。まあ、最初ワンフロア目ちょっと敵のターンになりましたけど、あそこもうまいことやれば敵のターンにならずにいけるんで。はい、まあ3枚で、まあこれね、まあ、なんか作業しながらでも適当に片手ポチポチできるんですけど、やっぱりボックスがいっぱいになると、すぐにね、ほんとすぐにいっぱいになるんで、僕一応100まで、増やしました。これ最初50なんですかね、なんで1
石使って5個、拡張するんで多分10個使ったのかな。これに一応100までやって、本がこんな感じでバーって集まるんでね、まあ、ガチャ回す、だいぶ石集まるんでこのゲーム、ガチャ回すとすぐボックスいっぱいになるじゃないですか。なんでまあこんな感じでやってますね。うん、なんか強化してみましょうか。せっかくなんで SSR の金木をやりましょう。まあ当然のごとくレアリティが高いやつの方があれなんですよね、もらえる経験値が多いと。まあ適当にやりますか。多分これ強化素材にも属性があって、グルカルの時みたいに同じなやつ混ぜた方が倍率かかっていくみたいな。ここまで来るとあれだな、そこまで上がんねえな。1か。まあ金木を上げてやるよりかはヤモリとかアヤトを上げてやった方がいいのかな。まあこんな感じですね。なんで1日ぼちぼち覗きながらイベントの方も強化の区域、強化の区域だっけ、成長か、成長の区域が来てたら、まあ待ってみたらいかがでしょうか。大成功しねえな。成長の区域ですね。はい、ということで、今回はキャラのレベル上げについてでした。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、僕インボークの実況を上げるとき、このゲーム縦画面じゃないですか。なんで、無編集で上げるとこの縦画面が画面の真ん中にバンってあるだけで両サイド真っ暗なんですよね。それちょっと味気ないじゃないですか。なんで僕いつも背景になんか映したり、横にこのイベントのテロップとかを配置したりしてやるんですけど、一番最初に僕が出したインボークの動画、画面を一番左にやって後ろ画像だったじゃないですか。で昨日出したガシャ動画は画面が真ん中にあって、左右にテロップみたいな感じ、情報のテロップみたいな感じだったんですけど、バナーをつけてたんですけど、どっちが見やすいですかね、昨日のガシャ動画とその一昨日の一番最初に上げた配置だと。ちょっとその意見を僕は聞きたいですね。はい、ということでお疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。